お客様からすると、その実績ゼロの人にちょっとこう、えいやっと、かけみたいな気持ちで依頼してくれるわけじゃないですか。こんにちは、みきめぐみです。明けましておめでとうございます。2023年最初の動画です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年1本目の動画ということで、どんな内容がいいかなと考えまして、今年新しいことを始めたい、独立したい、起業したいっていう方のね、背中を押せるようなお話をしたいなと思っております。で、私が独立して話し方のレッスンを始めたのが2017年の4月なんですね。今もう今年で7年目に入るところってことかな。で、その2017年に独立する時にやってよかったこと、これだっていうのがね、一つあるので、その話をしたいんですよ。今年、今年度中ぐらいで、例えば会社勤めを辞められて、で、春から独立するぞみたいな方にね、絶対これやっておいてっていうおすすめのことがあるので、それについてお話ししようと思ってます。それは何かと言いますと、写真を撮るっていうことなんですね。宣材写真ですよ。宣伝材料写真。SNS のアイコンにしたりとか、ウェブサイト作るならウェブサイトに載せたりするカメラマンさんに撮っていただいたしっかりした写真ですね。これは独立する準備をしている方にはもう今すぐやっていただきたいし、独立してるけど、写真撮ってないなっていう方がもしご覧になってたら、もう今すぐやってほしい。とにかくおすすめのポイントなんですよ。なんかね、私話し方の講師なのに、結構この見た目に関することとかもね、よくお話ししてるんですけれど、やっぱり視覚的な情報ってすごく重要なんですよね。話すのもこう見た目のイメージも全部ね、自己表現っていうふうに考えればつながってるわけじゃないですか。で、本当はそれを一つ一つバラバラには考えられないと思うんですよね。同じ内容のことを同じ話し方してても、スーツを着て話してるのか T シャツで話してるのかによって、全然相手に与える印象が違うのと同じですよね。ちょっと話広がっちゃいましたけれども、自分で個人でお仕事をしていく上で、写真の力って本当に大きいと思っています。で、私自身も振り返ってみたら、2017年の4月に独立したんですけども、その前2月にね、宣材写真最初に撮ってました。カメラマンさんにお願いして。で、私もともと19歳の時からフリーランスで司会とかナレーターとか、あと CM のモデルとかたまにね、やったりしてて、そういう見られる仕事だったので、当時からもう20年以上前ですけど、当時から写真って大切だよね、プロフィールとして提出する写真っていうのの大事さを分かってたっていうのはあるんですけれども、講師として独立するっていうのでも同じでしたし、多分ね、どんな職業でも今の時代、写真はね、きちんとしてた方が絶対いいと思っています。周りの方を見ていても。独立してすぐの時って普通は実績ほぼゼロっていう状態からね、始めるわけじゃないですか。自分の専門分野に関して、前に勤めてた会社での実績はあるとしても、個人として独立するっていうことは、個人としての実績はゼロから始めるわけですよね。多くの方はそうだと思います。で、お客様からすると、その実績ゼロの人にちょっとこう、えいやっと、かけみたいな気持ちで依頼してくれるわけじゃないですか、初期のお客様って。で、やっぱりね、ご不安だと思うんですよ。で、そのご不安を少しでも和らげる、大丈夫です、私に安心してお任せくださいねっていうのを伝えるために、写真ってすごく強力だと思うんですよね。言葉でこれまでに自分が身につけてきた知識とかスキルとかをね、お伝えするのももちろん大切ですけども、でも文章をずらっと並べるよりも、写真1枚バーンと説得力のある信頼できそうな写真があった方がパワフル、間違いない。だから、自分が提供するサービスの様子がイメージできる写真とか、自分が伝えたい人柄、例えば親しみやすいとか誠実そうとか、そういうものを表現している雰囲気の写真っていうのがね、絶対あった方がいいと思ってます。私自身も
写真きっかけで会いたいなと思ってレッスン申し込みましたとか、そういうのってね本当にね多かったんですよ。特に初期はですね。でこれは独立した後の話になってきちゃうんですけれども、私みたいな講師業で独立する場合には、大勢の人にいっぺんにお教えする機会があったら、それも絶対きちんとした写真に残しておいた方がいいですね。私は2017年の4月に独立して、最初の企業研修の機会を6月にいただくことができたんですよ。でその時にピピッと来まして、交渉してカメラマンさんを帯同していいですかっていう風にね許可をいただいたんですね。その分お値段ちょっと安くしてカメラマンさん連れて行って、でそこで撮った集合研修の様子の写真をその後の私のサービスの PR に使わせてくださいっていうね許可をいただいたんですよ。今でもねたまにその時の写真使うことありますね。すごくよく撮れてるんです。集合研修の写真ってなかなか撮る機会ないじゃないですか、特に最初の方はね。でもやっぱり大勢の人に教えてる、たくさん人が写ってる写真ってね、やっぱり説得力ありますよね、先生業だと、あ、こういうこともできる先生なんだっていうのがね一目でわかりますからね。記録用にお客様が撮ってくれた写真とかもあるかもしれないんですけれども、やっぱりね難しいんですよ、研修してる時の写真って。例えばお客様の受講してる方の顔はあんまり写ってなくって、でも講師はこう笑顔で教えてる様子がわかる写真とかね、そういうのがあるとすごく使いやすいんですけれども、そんなのなかなかうまく撮れないです。だからそういう研修の撮影に慣れているカメラマンさんをお願いして一緒に行って現場で撮ってもらうとかね、もちろん研修自体の邪魔にならないようにとかも配慮していただけるようなカメラマンさん、結構ね探すの大変かもしれないんですが、そういう機会はねあったら撮っておいた方がいいですね。そこからイメージできた他の企業様が依頼してくださるっていう風に後々ねずっとこう仕事に聞いてくるわけですよ。本当にね写真は大切。私話すことをお教えしてますけれども、話すことを聞いてくれる、こうやって YouTube でもですけど動画を見てくれるとか、実際に会って話すとかってやっぱりちょっと先なんですよね。それよりも手前にあるのが写真ですよ、この動画だって。だってね、あの私がすごいだらしない感じでサムネイルに映ってたりとかしたら、多分そもそも見る気なくなったりとかね、そういうのもあると思いますし、まあ話すってそういうのも全部トータルだなと思ってます。あともう一つ別の面から言いますと、きちんとした写真を独立するときに撮っておくっていうのは自分のセルフイメージ、モチベーションにもすごく影響してくると思ってます。私自身もそうでしたけど、独立してすぐの時ってやっぱり何でもかんでも思い通りにうまくいくことって少ないですよね。サービス出してみたけどお客様が来てくださらないっていうこともあったりしますし、いいと思ってやった仕事がなかなかこう思うような結果が出なかったりとかね。でもそういう時にきちんと自分がやっていきたい自分としての潜在写真を撮っておくことができれば、または活躍してね、こう集合研修やってる時のきちんとした写真があれば、それを一番たくさん見るのって自分自身じゃないですか。ウェブサイトに載せておいたり SNS に載せておいたりしたらね。でその写真を見ることで、あ、そうだ、私はこういう風にやっていきたいんだ、この時の私すごくいい講義できたよな、頑張ろうっていう風にね、自分のセルフイメージを高める、モチベーションを高めるっていうことにもねすごくいい効果があると思うんですよね。自分をも助けてくれるっていう感じです。そういう意味でも本当に写真は大切かな。ちょっと余談なんですけども、私ね実家が写真館だったんですよ。もう父が引退しちゃったんですけど、カメラマンで、でちょっとお店の手伝いしてた時もあったので、写真の持つ力ってすごくね子供の時から感じてるんですね。そういうバックグラウンドも今のこの考え方につながってるのかもしれないですね。ただね、あの写真を撮る時にちょっと一つだけ気をつけなきゃならないなっていうのは、
加工ですかね。やっぱり加工はねちょっとはしたいじゃないですか。加工レタッチって言ったらいいのかな。ちょっとこう私も今ここにニキビできちゃったんですけど、こういうのをこうお肌をね綺麗にするとか、そういうのはねいいと思うんですが、やりすぎちゃってたまに写真と実物がかけ離れすぎちゃって、ちょっと誰かわからないみたいな写真を使ってる人をねお見かけすることがあって、もちろんねそのセルフイメージを高めるとかね、こういう風に自分は近づいていこうっていう風に使うんだったらいいんですけど、お仕事のご紹介として PR としてその写真を使うと、お客様からなんか実物全然違うじゃんって思われるっていうのはだいぶ問題だと思うんですよね。そう、お客様側からのそういうお声もね結構生徒さんとかから聞くんですよ。誰々さんのサービス受けたんですけど写真と全然違ってがっかりしちゃいましたとかってね、これねすごく信頼を失うポイントだと思うんですよね。もったいないな、絶対本人はそんなつもりないと思うんですけど、だから加工はねお肌をきれいにするとかは照明とかでも全然違いますし、お化粧とか、あとはニキビとか吹き出物は一時的なものなのでいいかなって思ってるんですけど、私が自分に課してる基準は輪郭は変えないとかですかね。あとね口角とかの骨格が影響してるようなところを変えるとすごくね写真と本物で乖離してくんですよ。違う、なんか違う感が出てくるので、骨格とかあんまり持って生まれたものはそのまま愛そうよ、愛してもらおうよみたいな感じで、っていうのは写真はね今自分でもすごい加工簡単にできて楽しいですけれども、気をつけた方がいいかなっていうところですね。あとは写真撮られるのって簡単じゃないですよね。どうかな、人にもよるとは思うけど、私はね父がカメラマンな割には別にそれほど得意なわけじゃないんですよ。特にカメラマンさんとの相性ってありますので、なんかそのカメラマンさんに対して心を開けてるかどうかとかね、そういうのもこう笑顔の自然さとかに影響してくるから、だからね何万円とかかけて撮影するものなので、何回も何回も撮るの大変かもしれないんですけど、初期の頃は、でもやっぱり合うカメラマンさんを見つけて、あと自分の撮りたいイメージも自分自身もはっきりしてないっていうこともあると思います。だから何回か撮ってね、これで自信持って出せるっていう写真を用意しておくっていうのがねすごく大切かなと思っています。なんか写真のことだけですごい熱く語っちゃいましたけども、今年独立したい、新しいこと始めたいっていう方にね、もう絶対やっていただきたいって思ってるのが、ご自分の潜在写真を撮るということです。自信の持てる写真を撮ったら、もしかしたら話すことにも自信出てきたりとかねするかもしれないです。さっきのセルフイメージの話ですけど、まあそういう意味でこのチャンネルのテーマである話すっていうことともつながってますし、もっと大きく考えて話すも自分のビジュアルも全部自己表現っていうところでチャンネルをね見てくださっている方の背中を押したいと思ってこの話をしました。ちょっと撮ってみようかなと思われましたら、私はねぜひぜひおすすめしたいと思っているのが写真撮影ですので、2023年のさらなる活躍に向けてね素敵なお写真撮っちゃってください。応援してます。ということでね、今日は2023年1本目の動画をお届けいたしました。今年独立しよう、新しいチャレンジをしようとしている方、私もね7年目に入りますが、でもチャレンジしたいこと今年もいっぱいありますので、一緒に楽しい充実した年にしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょうね。ありがとうございました。またね。